感動、平野翔に会いたい。新幹線ホームでファンが待ち続ける姿に涙が止まらない。ナンバーアンダーライン愛、新幹線ホームでの奇跡。ファンたちの熱狂と課題。新幹線のホームでファンたちが待ち続ける姿、それはまるで小さな奇跡を待ち望むかのような光景だった。ナンバーアンダーライン愛のメンバー、特に平野翔に会いたいという熱い思いが彼らの行動を動かしている。 ファンたちは新幹線が発車する瞬間まで希望を捨てず、たとえ短い一瞬でも彼の姿を見たい、手を振ってもらいたいと願っている。その姿勢には、アイドルとファンの関係がどれほど深く、そして複雑であるかを改めて感じさせるものがある。ライブが終わり、静かな夜が訪れると、新幹線ホームに集まったファンたちはその余韻に浸りながらも、次に訪れるであろう奇跡の瞬間に期待を膨らませている。 彼らの目はキラキラと輝き、SNS には、またあの瞬間に出会えるかもしれない、という期待が溢れんばかりに投稿されていく。この現象は、SNS がファン同士の絆を深めるだけでなく、メディアや世間に対してもアイドルとのつながりを強くアピールする手段となっている。平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータが新幹線の窓から手を振る。その一瞬はまさに奇跡のような瞬間で、 ファンたちにととっては一生の思い出となるライブ後、車窓から見えるその姿にファンは歓喜し、SNS ではその感動が一気に拡散される。多くの人々がその瞬間に立ち会ったことを羨む声や、次回こそ自分もその場にいたいという願望が溢れる。ライブの余韻が残る中で、こうした偶然の出会いがさらにファンとアイドルの距離を縮め、またライブへと足を運びたいという強いモチベーションとなっていく。 アイドルとの関係は、ただの一方的な崇拝ではなく、互いに感謝し合う関係へと進化している。かつてはステージ上で輝くアイドルの姿を見ることが主だったが、今やステージを降りた後の彼らの行動や態度もまた、ファンにとっては重要な意味を持っている。平野翔たちがファンに手を振るその一瞬は、ただのファンサービスにとどまらず、彼らの優しさやファンへの感謝の気持ちを示す証拠である。 このような行動が SNS で広がることで、他のファンたちもまたその感動を共有し、次のライブやイベントへの期待感をさらに膨らませる。それは単なる偶像崇拝ではなく、彼らが心からアイドルを尊敬し、支え続けている証なのだ。SNS が発達する現代において、ファンの熱狂的な反応や感動は瞬く間に拡散され、メディアや社会全体に影響を与える。これにより、 ファンの行動は一層重要視されるようになり、その責任もまた重くなってきている。しかし、こうしたファン行動には課題も存在する。特に、新幹線のホームやライブ会場でのマナーが問われる場面が増えている。過去には、ファンがアイドルに近づこうとするあまり、混雑や危険な状況が生まれることもあった。例えば、宮城県仙台市で行われた、ナンバーアンダーライビーツアー初日後。 ファンたちは新幹線ホームでの待機に関して問題視される事態が発生した。これはアイドルとファンとの関係がどれほど近くなったとしても、一定のルールやマナーが守られなければならないことを再確認させる出来事だった。ファンはアイドルを応援する存在であり、その行動がアイドルのイメージや活動にも大きな影響を与える。例えば、SNS での過剰な投稿や、公共の場でのルールを無視した行動は、 ファン全体の評判を落としかねない。また、他のファンや一般の人々に迷惑をかけるような行動は、アイドル側にも困難をもたらすことがある。特に新幹線のホームなど、公共の場での行動にはより一層の配慮が必要だ。それでもなお、ファンたちの熱意と情熱は計り知れないものがある。彼らはただステージ上のアイドルを見るだけでなく、日常生活においてもアイドルの存在を感じ、支え続けている。 ライブ後のファンとの交流や偶然の出会いが、ファンたちにとってどれほど特別な意味を持つか。それは一瞬の出来事であっても、その記憶は永遠に心に刻まれるものとなる。また、ライブパフォーマンス自体も見逃せない要素だ。キシユタがライブ中に、ルーパーを使って即興で楽曲を作り上げたシーンは、多くのファンにとって驚きと感動をもたらした。即興で楽器を重ね合わせ、 曲を完成させるその技術は、ファンにとってまさにサプライズであり、プロフェッショナリズムの象徴でもあった。このようなライブの瞬間が、ファンたちの期待を超え、さらに深い絆を築く要素となっている。ステージ上でのパフォーマンスだけでなく、ライブ後の交流やサプライズ、そしてファンサービスの瞬間が、ファンにとって忘れられない思い出を作り上げる。平野翔が微笑みながら口ずさむ姿や、 岸優太がファンに向けて手を振るその瞬間。これらの行動は、単なる、アイドルとファンの関係を超えて、彼らの人間性や優しさを感じさせるものだ。ファンはその一つ一つの瞬間を大切にし、SNS を通じてその感動を共有し続ける。ライブの最後には、ファンに対する感謝の気持ちが込められたサプライズが待っていた。アンコールでの楽曲中、撮影が許可されるという珍しい瞬間が訪れたのだ。 通常、ライブ会場では撮影は禁止されているが、この瞬間は特別な例外だった。ファンたちはその瞬間を大切にし、自分たちの思い出として SNS に投稿し、共有した。これもまた、アイドルとファンの関係外かに特別で、互いに尊重し合っているかを象徴する出来事だ。しかし、ここで考えるべきなのは、ファンの行動がどこまで許されるのかという点だ。 新幹線ホームでの待機や、アイドルに近づこうとする行動が安全面で問題視される中、ファン自身もまたマナーを守りつつ、互いに尊重し合う姿勢が求められている。アイドルとファンの関係は、互いに支え合うことで成り立っている。しかし、その関係を維持するためには、ファンの側にも一定のルールを守る責任がある。こうした問題を解決するためには、 メディアや SNS を通じてファンマナーの向上を呼びかける必要があるだろう。特に若いファン層が増える中で、彼らが適切な行動を取れるような教育や啓発活動が重要だ。また、ライブ会場や公共の場での規制を強化し、ファンが安全にアイドルと接することができる環境を整えることも不可欠である。ファンとアイドルの関係は一方通行ではない。互いに尊重し合い、支え合うことで築かれるものだ。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが見せた優しさや思いやりは、これからのアイドル活動においても重要な要素となり続けるだろう。そして、ファンたちもまた、その期待に応えるべく、適切な行動を心がけ、アイドルとの絆をより深めていくことが求められる。結局のところ、アイドルとの関係は単なるエンターテインメントを超え、感情や思い出、そして人生そのものに影響を与える特別なものである。 ファンはアイドルを通じて自分自身を見つめ直し、成長することができる。これこそが、ファンとアイドルの間に築かれた特別な絆の証であり、その絆はこれからも永遠に続いていくだろう。